シャーリー・モテシャーリー・モテは、フランス・バランス出身の元自転車競技選手。シャーリー・モテという表記も見られる。1983年、シリル・ギマール率いるルノー・エルフチームの一員として、プロデビュー。この当時、ベルナール・イノーがチームのエースであり、また、後に、ルノーのエースとなるローラン・フィニョン、さらに、アメリカ人選手のグレッグ・レモンが在籍していた。 翌1984年にイノーはレモンラを引き連れて、ルノーを飛び出して、ラビ・クレールチームを結成するが、もテては、フィニョンと共に、チームに残る。その後はしばらく、フィニョンのアシストに回ったが、1986年の世界自転車選手権、個人ロードでは2位に食い込んだ。天気が訪れたのは1987年。AS、のフィニンが長に陥っていたこともあり。 同年の同ィネリベレを制したモテがこの年のツールドフランスでは途中からフィニョンに代わってエースの座に君臨。一時はマイヨー流を奪うなど最後まで総合優勝争いの一角に加わった。1988年はジロディロンバルディアを制覇したほか最後のスーパープレスティージ受賞にも輝く。1989年ついにギマール、 フィニョンとタモトをは勝ち、RMO チームに移籍。二度目のドーフィネリベレを制したほか、UCI ロードワールドランキングスにおいて、元チームメイトのフィニョンと、主位争いを演じ、リアルタイムランキングでは2回にわたって、世界ランキング第1位となり、また年間ランキングでも、第2位となる。1990年はツールド・ロマンディ、チューリヒ選手権を制したほか、ジロデイタリアでは、 ジャンにンヨに次いで総合2位。1991年はツールドフランス総合4位の実績を残す。1992年、3度目のドーフィネリベレ制覇を果たしたが、モッテがメジャーレースで活躍したのは事実上ここまでであった。1994年に引退。引退後はツールドフランスの主催運営者である ASO に勤務しながら、 国際自転車競技連合のアドバイザーも務めている。ありがとうございます。